じゃあ、かずしです。さあ、本日は初めの一歩1451話配信日。ということで、1451話の解説やっていきます。本日はマシバ VS ロザリオのリング委員会。二人がリングインというところで終わってましたね。まあ、どうせリングインで1話使うんやろうなってのは皆さん予想通りだったと思います。ただ、いよいよマシバ VS ロザリオ戦が始まるということで、ワクワク感は否めませんね。そんな1451話見ていきましょう。まずはマシバのリングイン。頭上に青白い彗星が飛来し、城内をぐるりと一周。侵略、征服、蹂躙を連想させるとありますが、これ元ネタ前提の演出になってますね。正直俺は詳しくないんですけど、観客があの彗星はあれなのか、ガトランと言っていたように、宇宙戦艦ヤマトに登場するガトランティスという星間国家が元ネタで、各宇宙を支配していく強大な軍事国家で白色彗星帝国と呼ばれてるようなので、この青白い彗星を侵略、征服、蹂躙を連想させると描いてるのでしょう。ジョーリ先生はヤマトも好きみたいなので、今回登場演出に組み込んだのでしょう。今までのマシバにはないド派手な演出となってました。いや、こういうのを見るとマシバもでかくなりましたね。世界チャンピオンになる器になってきてるのではないでしょうか。印象的だったのはトレーナーの見ているか水谷というセリフ。水谷はマシバ過去編で登場した保護士で、マシバをボクシングに導いた恩師です。持病があったためマシバの新人王決定戦後に亡くなってしまいましたが、天国にいる水谷に知らせているといったところでしょう。で、注目はやはりマシバへの歓声ですね。国内開催というのもあり、マシバに大歓声が上がっております。高村の貴様らと違ってマシバはキャラが立っているからなというのが真理ですね。実際マシバは人気キャラですが、もともとヒール役だったのがでかいでしょう。現実世界でも漫画内でもキャラが立ってるってのは大いに人気に影響するってのがわかります。ただマシバの場合、昔はそうじゃなかったってのがあるのがいいですね。マシバの客は昔は怖いもの見たさで集まってると描かれてました。反則行為上等のかつてのマシバの時の話ですね。ただその流れが変わってきたのが沢村戦後の再起戦以降です。ここからは純粋にマシバを応援するファンが増えてきたと描かれてきています。それにこうするようにマシバ自身も変わってきました。反則行為に及ばなくなり、真のボクサーとして戦うようになっていきました。このマシバと応援してくれる存在はマシバを描く上で大事な要素となってきているので、今回の試合でも確実に絡んでくる要素だと思います。ブライアンホーク戦、高村が仲間に支えられたように、マシバも観客に支えられるという描写は間違いなくあると思います。一方のロザリオはラテン系らしいノリノリの入場。今回のキーワードがこれでしたね。街の喧嘩自慢。ロザリオを見た先導がこのように言ってました。目がぶっ飛んどる。まるで街の喧嘩自慢がそのままチャンピオンになった感じやな。で、宮田曰くその通りらしいです。ラフファイトも多く、ゴングが鳴ればいつも喧嘩越し、そしてその喧嘩のレベルが異常に高い。勘と気の強さで戦うタイプのようです。先導と似た者同士と言われてましたが、喧嘩自慢がそのままチャンピオンになったというのはブライアンホークを彷彿させるエピソードで、先導はブライアンホーク同様野生を極めしボクサーなんでしょうね。最近これは触れられることはなくなってますが、サイエンスとバイオレンスでいうところのバイオレンスに振り切ったタイプなのかと思われます。あと仙道と宮田のやり取りにも注目です。仙道が詳しいな、いつかやるつもりでおったのかと聞くと、あんたが知らなすぎるだけだと返す宮田。これは宮田はロザリオとやるつもりだったじゃなくて、対一歩を想定して調べていたのでしょうね。ロザリオといえばほぼ一歩と同じスタイル。ロザリオの試合は対一歩への分析材料となり得ますから、その一環としてロザリオの試合も見たことがあるのでしょう。そして一歩のセリフにも注目です。勝負は前半です。これは前回も触れられてましたね。減量失敗でスタミナに難あり、後半失速するのは自分でも分かってるはず。そして元々が前半爆発型、体力に余裕のあるうちに全てを注ぎ込んでくる可能性大です。ロザリオの圧倒的調整不足によるスタミナ不足、ここが指摘されてましたが、これどうなんだろうね。意外とスタミナ不足にならないんじゃないかなとも思ったのですが、例えばホークも大して練習せずとも全くスタミナ不足になってない前例がありますからね。だからロザリオもスタミナ不足が懸念されながらも意外とスタミナ不足にならないみたいなポテンシャルの高さとして描いてくるのも予想しましたが、ただ体重オーバーした際のロードワーク時にめちゃめちゃへばってたので、実際スタミナ大してないのかもしれないですね。なのでこの予想通り後半戦えるスタミナはないのかもしれません。ブライアンホーク戦の高村のように片道の燃料しか積んでいない状態なのかもしれないですね。さあ、そしてついに始まりましたね。いや、長かったですね。マシバ VS ロザリオ。ゴング前のマシバの描写も注目でしたね。マシバの目に焼き付いている人物たちが描かれておりました。クミ、水谷さん、宮田、一歩、沢村の姿もありましたね。両親にキスしようとする一歩とクミ、一歩の姿が特に大きく描かれてたことから、特に一歩の存在が大きいのかなとも予想できます。この中に沢村の姿もあったのが熱いですね。いよいよゴングが鳴ったということで、ついに本当の本当に開幕です。いや、試合になるとやはりワクワクしてきます。ロザリオのファイトスタイルはかなり注目度を高めて描いてきているので、どんな試合になるのか非常に楽しみなところです。作中情報などを解説した初めの一歩のウェブサイトもやってます。こちら概要欄に載せてるので、よければこちらもご利用ください。また次回も動画にしていきますので、引き続き視聴していただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。